YouTube 動画の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日は、藤野国、キャンピングカー&アウトドアショーの、2日目の朝、日曜日の朝なんですけれども、今回はですね、特別に、会場前にですね、撮影をさせていただいております。僕がね、普段外からこうやって撮ることも多いんですけど、今回はもう、車内におりまして、僕が今お邪魔しているのが、ヴァンルージさんのウラルというキャブコンの中でございます。ハイエースベースの、キャブコンでして、この、なんていうでしょう、ちょうどいいサイズ感とかね、そういったところが、このお車の一つの メリットというかポイントというふうに思っているのと、外側の部分で言うと、荷物の出し入れがすごく、しやすいお車になってますので、そのあたりもね、お伝えしていければというふうに思っております。では、早速ですね、スペックから見ていきましょう。ということで、まずはですね、スペックから紹介していきたいと思います。今回ですね、ご紹介しているのが、ファルジさんのウラルというキャンピングカーで、ハイエースのロングバンがベースとなっているキャブコンになります。乗車定員がですね、6人、就寝定員が大人2名、子供2名ということでございます。全長がですね、4820、幅が1920、高さが2690ということで、5メーター未満のね、キャブコンということでございます。そしてこの下の部分、見ていきましょう。ファンルーチさん、今年からというか、車のハイエースのところに、そのなんかこう安全装置とか、インテリジェントクリアランスとかっていうものが、標準装備にこれからしていくということで、今回のね、お車自体は展示車なので、ね、今までのものと同じなんですけど、これからね、そういう風になっていくというお話をね、先ほどちょっとお伺いしました。はい。で、あとこのあたりの標準装備としましては、集中のね、ドアロックっていうのがあって、エントランスドア含むっていうことなんですけど、ピッてやったらここのエントランスの扉もね、自動に閉まってくれるということなので、鍵の閉め忘れもね、少なくなってと、いったところの実際の使いやすさもあるんじゃないかなというふうに思います。で、あとはね、 FF ヒーターとか、40リッターのね、12ボルトの冷蔵庫とか、もちろんそのあたりはね、標準装備なんですが、あともう一個ですね、見たいのが、おいしょ、ちょっとボケちゃうかな、このあたりですね、ソーラーパネルとか、このあたりも標準装備になってます。で、あとは、サブバッテリーは2本、そういったところがですね、標準装備に、なっています。で、オプションとしてついているこのお車についているのは、インバーターとルームエアコンと、いうことでございますね。はい。やっぱりね、ベースがハイエースということなんで、この車自体も遊べるっていったところがですね、すごくハイエースの、面白さ、良さの一つだなというふうに思ってます。こうやってね、下の部分をね、かっこよくしてみたり、足元をね、ドレスアップしたりとかっていったところは、ハイエース、ならではの、面白さの一つなんじゃないかなというふうに思います。で、あとですね、この前のこの上の部分、
ですよね。ここはねすごいスタイリッシュだなと思っていて、あのバンクベッド、バンクの部分ですねをこうやってすることによって、まあ、空気抵抗ももちろんね良くなりますし、何よりこうおしゃれですよね。あんまりこうドンとしてないというか、そのまま車の本来の曲線にこう合わせたような作りになってるんじゃないかなというふうに、僕はですね思っています。あとこの車もう一個面白いのが、後ろの部分、このハイエース、あ、ハイエースじゃない、ごめんなさい、キャブコンがそうなんですけど、荷物のね出し入れのところどうするかなっていうふうに思われてる方も結構いると思うんですけど、この場合これだけねハッチが広く開くわけなんですね。これはねすごく使い勝手がいいし、実際ユーザー目線からいくとねすごく使いやすいんじゃないかなというふうに思います。やっぱ大きい荷物とかねガラッとこう持ってきますからね。でもちろんこの中には電気もつくことができるし、こうやってそれぞれのね収納というか、これをボタン開くとここに給排水のタンクがあってっていうこともねもちろんできますから、はい。ではね続いて中見ていきたいと思います。はい、続いてですね、僕が今、おりますのがこのダイネットね、最初にねお話ししたところでございますけれども、こちらシートの幅が僕結構広いなと思っていて、ゆったり座れるサイズのシートになってます。でもちろんこれ走行中もシートベルトがついてますので、ここに座りながらっていうこともできるんですけど、この幅がなんか広く感じる分ですね、やっぱり家族4人で使うって言った時もこれは使いやすいサイズなんじゃないかなというふうに思っています。でテーブルサイズも結構広めで、キャブコンの中でも広め大きめのテーブルがついてます。でこのサイドの部分にはもちろんこのサイドテーブルというか跳ね上げ式のサイドテーブル、そしてコンロ、シンクですね、シンクがあって、その隣の部分にはねコンロ置いたりとかして調理してもいいでしょうから、そういったですねレイアウトになっております。であとですね、そのじゃあこの跳ね上げ式のところで言うと、そのシンクの下のところにですね冷蔵庫もついてます。なのでここはね動線よくキッチンスペースというような形で使うことができまして、収納もねもちろんしっかりございます。ちょっとねそのあたり見ていくと、よいしょ、はい、こちらがですね収納、キッチンスペースになります。この跳ね上げの部分はおいしょとこうやって持ち上げるだけで、当然ね跳ね上げて使うことができて、このサイズ感っていうのも結構広め、キャブコンの中でも大きめかと思います。なので、調理ね普段キャンピングカーの中で調理したいよっていう方も全然対応できるサイズになってますね。ここね冷蔵庫になります。で収納スペースに関して言うと、おいしょ、こんなところで言うとボタンをね結構押して引っ張るだけ、かなりですね深さも結構あるので、なんて言うんでしょう、ちょっとこう平めのフライパンとかそういったものがね、使えるようになってるんじゃないかなというふうに思います。あと今思ったんですけど、よいしょ、こうやって開けるじゃないですか。でこっちは深いのでお鍋とかもね入れられるようなサイズなんですけど、これ閉めるときにちょっとわかります、最後ゆっくり閉まるんですよ、こうやって。これはねやっぱキャンピングカーもここ家具ですから、これすごい嬉しいですよね。わかります、このゆっくり閉まるところ、なかなかこれねキャンピングカーでは見ないので、こういったところにもこの車の高級感とかこだわりっていうものをね僕は感じるわけでございます。はい、続いて上のところ行きましょう。天袋です。天袋もね、天袋はこのパターンを後ろにねつまみがこうやってついているので、よいしょ、でこうやって開けると、こうやってロックもかかるし、これだけね使うことができます。結構広めなのでね、このあたりも全然がっつりいろんなものね収納できるんじゃないかなというふうに思います。はい、続いて車両後部の常設ベッド行きましょう。ベッドはですね、まあ大人2人ぐらいかなというふうに思うんですが、やっぱりこのサイズ感で常設ベッドがあるっていうのはねすごく嬉しいポイントですよね。もう食べたらそのまま横になることができるしっていったところ、そしてですねオプションではございますけれども、このお車にはクーラーもこの上の部分ですねついてますから、本当に快適に使えるんじゃないかなというふうに思います。
で、このベッドのところに関してはこうやってカーテンが閉められるようになってますので、プライバシーのね、プライベートのところの確保っていったところも、できます。なのでお友達がね、遊び来た時とかもこう対応しやすいというかですね、お車になってるんじゃないかなというふうに思います。で、気になるバンクの部分ですね、ここはまあ人が寝るというわけではなくて、このお車に関しては、収納スペースとして使うのがいいんじゃないかなというふうに思います。なのでこのお車に関しては、まあ、基本は2人旅ぐらいが一番使いやすいんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。はい。はい、ということでですね、本日はファンデチさんの裏側からお届けしてまいりました。本日はご視聴ありがとうございました。画面右下でチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下で関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。